見てくれてありがとう。私のチャンネルを購読してください。新しい動画が届くと通知が届きます。アメリカで一匹の犬が英雄として称えられている。ジャーマンシェパードのリックス8は、ウィスコンシン州で活躍する警察犬だ。およそ5年にわたり町の平和を守り続けてきた。リックスにピンチが訪れたのは、10月21日のことだ。日付が変わって間もなく、隣接するイリノイ州シカゴ市で発砲事件が発生した。バス停にいた25歳の男性が胸部に銃弾を撃ち込まれ死亡。犯人は駆け足でその場から逃げると、近くに止まっていた車に乗り込み、運転席にいた41歳の男性に発砲。この男性も死亡したが、犯人は車を盗んで逃走を開始する。シカゴ警察からの要請で捜査を開始したウィスコンシン州ケノーシャ郡保安官局は、犯人が乗っている車を発見すると、その周囲を取り囲んだ。現場には、リックスも駆けつけていた。犯人は銃を持ったまま車から降り、周囲の保安官と対峙する。犯人が逃げようとした瞬間、背後からゆっくりと近づいていたリックスが一気に襲いかかる。不意をつかれた犯人は、あえなく保安官に身柄を確保された。だが、その直前、犯人はリックスに対して発砲。銃弾は、額のど真ん中に命中した。リックスはすぐさま市内の緊急病院に搬送された。担当した獣医は、運ばれてきた時、一目で重傷だと分かったよ。リックスの体を固定したが、怪我の影響で震えが止まらない状態だった、と振り返る。しかし、奇跡は起こった。懸命な治療の結果、リックスは一命を取り留めたのだ。10月25日、治療を終えたリックスが動物病院を退院すると、保安官や町の人々が行列をなし、英雄の帰還を出迎えた。その様子は当局の Facebook に投稿され、多くの反響を集めた。コメント欄には、素晴らしいニュースね。一日も早く傷が癒えることを願います。おかえりリックス。君は英雄だ。人間よりも優れていて、勇敢な犬だよ。などの声が寄せられた。リックスを担当している保安官は、彼は家族みたいな存在さ。とても優しいけれど、きっちりと自分の仕事もこなす。今回だって、僕たちの命を守ってくれたんだよ。と賛辞を送った。リックスの去就は未定だが、ヒーロー犬の誕生に街は大盛り上がりだ。写真、ウィスコンシン州ケノーシャ郡保安官局。